とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、いいデイリークエスト出てますよ。ここ、ゲイル聖域のデイリーチャレンジ、なんと報酬、アーティファクトです。で、ここ、デイリーチャレンジ3なので、256のカバンが出る可能性があるんだよね。で、俺まだカバンね、255と253しか持ってないの。256欲しいな。今日は出てください。お願いします。行くぞ。それではまあね、ダンジョンはサクッとクリアしちゃいましょう。もうここはもう何十回と来てるんで、もう楽勝っすね。もう慣れに慣れた。おい、飛ばないよ。飛ばない。こういうことたまにあるよね。でも入り直したら飛ぶから、うん、そういうのでしていこう。256だったら多分700万超えるよね。軽く超えそうだよな。あ、うんうん、255でまあ700万ぐらいだから720、30万かな。うん、251と比べるとやっぱ100万以上ダメージが変わるので欲しいよね。やっぱ最大火力でやっていきたいところです。あー、おい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 、落ちるね。落ちなくていいよ。でもここなんかね、ショートカットみたいなのあればいいけどないんだよね。実際ここ長いのよ。長い。で、クリアするにはやっぱり、矢はね、欲しいんで、最初のうち、ある程度、敵を倒していきたいよね。こいつらあたりから出したい。まあ、大体、ここの、教習イベントで、出るには出るんだよね。なので、ここで、ある程度、矢を、入手して、いきましょう。長いんだ、ここは。おお、なんかやたら出るな。やたらユニーク出るな。なんか古代狩りでは全然出ないくせにさ、こういうところで出てもらっても困るな。よし。では、ボスのとこですね。サクッといっちゃいましょう。なんか変更だな、今の。もう変更とかやめろ。変更やめろ。よーし、オッケーオッケー。変更潰すの若干難しいんだよね、あれ。うまいこと、他の雑魚敵を前にしてバブルを当てるっていう、ちょっと、めんどくさいんだ。失敗したら死ぬしね。よし。まあ、ボスももうサクッと、倒しちゃいましょう。行くぞー。いやー、ここでね、254とかだったらなんかショックだなー。この前はね、255が出たのよ。255。まあまあ、255はまあまあ、いいでしょう。あっぷね、死ぬ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 死んだ死んだもう。で、待って待って、もうやる。もうやるから。オッケー。いけ！よっしゃー。まあまあまあ、楽だよね、これが。オッケー。では、報酬。見てみましょうか。あ、一応横の宝箱は取っていこう。頼むよー。おバスゲイル。頼むよー。これほんとたまにしか来ないからね、お願い。テンペストゴールお願いします。破片が破壊されると。それでは報酬見てみましょう。どうでしょうか。254か。はい、ということで今日はデイリークエストで256のカバンを狙ってみたんだけども、残念ながら254でした。なんなんだこれ。やっぱ256ってなかなか出にくいんだよな。カバンはまだ厳選が必要な感じです。ただあれなかなか出ないんだよね。2週間か3週間に1回ぐらいしか
あのクエスト出ないので、ちょっと時間かかりそうですね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。